はい、というわけで始まりました。お願いします。キタミです。予告新イベント、ドライビングコンテスト開催予定でございまして、ワンショットドライビングコンテスト、はい、ドライビングコンテストは一打で目標の飛距離を目指すワンショットの新しいイベントです。ベストスコアに応じた報酬も獲得できますので、お楽しみに。目指して飛距離王とかってるのかな、字が小さくて見えないですけども、9月の11日なので、11日なので、つまりは、月曜日からですね、来ますよってことでございまして、なんぞやねんという話ですね。はい、今までワンショットコンテストであれば、何ですか、ニアピンですね、ニアピンの勝負だったと思うんですけども、今回、月日から来るイベントというのがドライビングコンテストなんで、飛距離どれだけ飛距離飛ばせるかっていう話なんですよ。はい、なんでまあまあここで多分ね、OCS のメダルとかメダルコインをゲットできて、それでね、あのキャラ交換のチケットとかがねゲットできるようになるのかなとはね思うんですけども、飛距離ということはですよ、飛距離ということは、まあ、ぶっちゃけ自分のクラブを使えるのであれば、クラブレベルが全てだと思うんですけども、固定のねキャラクターで固定のクラブしか使えないですよということであれば、あれどうした、どうした、あ、来た来た。そう、固定のクラブで固定のキャラしか使えないということであれば、それこそこれね、これがまあシンプルに110の、まあ、グレードですけど、飛距離でございまして、まあ大体301ぐらいかな、302ぐらいでございまして、飛距離を伸ばすということはちょっとこう端に打ちますよ、端に打たないといけないですよね。まあこうしたらこれでも結局これ328とかなるんで、もう26ぐらい伸びるんですよね。はい、まあ、これがなんか一番伸びるかな、気持ち。ちょっとこれじゃ結局そうか、あんまり変わらんのかな、これぐらいとあんま変わらなくて、これでも結構伸びてるじゃないですか。意外と素直にまっすぐパーフェクト狙う、パーフェクトと狙うよりかはちょっとこうずらした方が飛距離は伸びるんですよね、このドライバーってね。そういうイメージが僕は持ってるんですけども、そうですよね。なのでそれこそこっち向きに打つよと やりつつ実はこっちに打ちますみたいなですよね。こうやることで飛距離がね伸ばせるんですね。そうですね、これで飛距離が330まで伸びました。めっちゃ伸びるねっていうような感じで、だからあえてこうパーフェクトとか狙いに行くんじゃなくて、こうグワーンと曲げることで距離を伸ばす。ただ素直にまっすぐやったら絶対曲がるんで、あえてこう端に打ちに行くと、でこう端に打ちに行くけど実は場所的にはこっち向きに打ちますよみたいな、これですね。これをやることでまた伸びた、まあ大体これぐらいか、330ぐらいかなになってるんで、まあこういうので飛距離を伸ばそうというイベントなのかなと僕は、はい、予想をしております。なのでまあさすがにワンショットと同じように用意されたクラブとキャラでやるんじゃないかと思いますね。それじゃなかったらぶっちゃけなんだろう、ドライバーとかであればまあレインとかねリアムを使ってさっきみたいにこうピュンってやるだけで一番伸びるじゃないですか、はい、飛距離アップのキャラでいけばもうそれで済む話なんで、でクラブはね今みたいなフレームとかを使って一番飛距離が伸びるクラブを使ってしまえばもう解決できるんで、さすがにそんなところそんなゲームにはならないだろうなというふうには思ってるんですけど、さすがにそこまでなんかもうキャラゲーすぎて、キャラとクラブゲーすぎて、もう自分が持ってるキャラだけでやるというわけではないと思います。さすがに指定してもらえると思うので、まあまあまあであればまあ気楽にやってみ、今みたいな感じで気楽にやってなるべくね端っこの方にピューンってやってね感覚はつかんで、この角度で構えて端っこで打てばいい感じで真ん中に行きますみたいな、というようなのを予想しながらやっていくゲームなのかなとは思ってるんですけども、皆さんの予想はどんな感じでしょうか。まだね月曜日にならないと詳細が来ないので僕の予想でございました。はい、ということで皆さんぜひコメント欄でこんな感じで来てほしいな、などなど書いていただけると嬉しいなと思います。はい、おやすさささ。